よーい、スタート。どうぞ。はい、まず、はい、いくつ？はい。で、こんなちっちゃいのところ。はい、OK。あ、ごめん、先に食べちゃった。うん、食べて、熱いうちにね。いいですか？トモ君とユイちゃんもこれ。ご飯食べるかい？いいですか？いいです。はい、辛くないかも。忘れた。じゃあそういう意味じゃないか。あのね、念じてもらうんでしょ。うん、そう考えたことを見たもの、見た数字を、見た数字を念じるって言葉をね、これで覚えたの。念じてください。念じるって、心の中で、はい、あの、言うことね、うん、口に出して言ったのが念じるっていうのは。はい、わかりました。念じてくださいっていうのは3番とかで、心の中で思うこと。日本語使う量が圧倒的に少ないから。あなたが入れた数字は5ですね。すごいね、お姉さんらしい発言してる。おー、すごい。